上野のですねファンダへの思い、今現職の園長にですね、福田園長にお話を聞きたいと思います。皆様が聞いてほしい質問だと思うんですが、今抽選でですね400組 5人ずつこう入っていく、そういう形でしか今お見せできないんですが、今後どのようなお考えとあるかということでちょっとお話しいただけますか。はい、今、12月の19日からですね、公開、一般公開始まっていまして、やむを得ずといいますか、抽選を方式を取らせていただいてますけれども、どうしてもですね、生後半年ぐらいまでは、なかなか成長の様子をよく観察をして、健康であることを確認した上で、展示、公開をするということで19日から始まったわけなんですけれども、親子が、やっぱりこうたくさんの人の目にさらされるということもありまして、まずは、展示の環境に、慣れるということが必要です。で、そのために、午前中の時間帯、2時間半ほどに限らせていただいています。で、これからですね、親子が、お母さんの方がむしろ心配なのかもしれませんけど、慣れてきてくればですね、少しずつ時間を延長したりですね、あるいはその抽選方式を変えていったりということを検討していきたいと思います。今10日に1回健康診断やっていますけれども、今のところ特に異常等は認められてませんので、2頭がですね、慣れてくれば、皆様にご覧いただけるように工夫していきたいと思いますので、もうしばらくお待ちいただければと思います。よろしくお願いします。はい、そういうことでもうしばらくですねこの状態が続くという、私もですね思ったんですが、父親のリーリーがちょっとかわいそうな感じが、二棟離れたところにポツンといまして、常時見れる状態なんですが、母親とシャンシャン、シンシンとシャンシャンが一緒にいてですね、そこに一緒にしてしまうとまたいろいろこう難しい問題あるんですよね。今この状態で私は父親的な感じで言いますと、用が終わったら向こう行ってろみたいな感じだったんで、ちょっと離れてるんでね、ちょっとかわいそうだなっていう感じでリーリーを見せたんですよ。いかがですか、どうぞ。イクメンっていうんですかね、オスリーリーは実はパンダっていうのは普段は単独生活をしていまして、繁殖期のごく短い期間だけ、オスとメスが出会って交尾をしてまた別れていっちゃうんですね。で、出産育児はメスがほぼ単独で、やります。ということで、イクメンパンダっていうのは残念ながら いません。